はい、こんにちは、レッドスノーマです。今回なんですけども、連帯債務の絶対項と相対項について解説いたします。ここは非常に試験にも出やすい部分なので、しっかり頭に入れていただければと思います。で、まず、相対項と絶対項って、どういったものなのか、いわゆる意味ですねを解説いたします。まず相対項っていうのは、連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に効力が生じないこと、これを相対項と言います。で、基本的に原則は相対項で、請求だったり承認だったり免除だったり時効完成、こういったものですね。それ以外にも絶対項以外のものはもう全て相対項になります。で、この言葉だけでは分かりづらいので、後で具体例解説いたします。で、絶対項っていうのは、連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に効力が生じるもの、これが絶対項です。で、絶対項っていうのは弁済、相殺、混同、公開、この4つですね。弁済については当然なので絶対項に入れないっていう考え方もあるんですけども、弁済も入れても大丈夫です。で、これについてもちょっと後で具体例を出します。まず相対項の方からいきますね。相対項、今回は請求について相対項である旨を解説させていただきます。まず債権者が A で、連帯債務者が B と C だったと仮定します。A さんが B と C に対して100万円を貸したと。で、 B さん C さんが連帯債務者だといった事例で全然問題ございません。で、この状況で A さんが B さんに対して請求をしました。請求っていうのは、裁判上の請求と考えてください。訴えを提起したって話ですね。 B さんが、B さん C さんどちらもなんですけども、期限になってもお金を返さないということで A さん怒って、 B さんだけに対して裁判を起こしたと。この場合どうなるかっていうと、 B さんについて時効完成猶予と時効の更新という効力が生じるんですね。つまり A さんが持っている B さんに対する債権について時効完成が猶予され、また、裁判が終わって確定判決もらったというのであれば時効が更新する、この2つの効力が生じるわけですよ。で、この本人についてはこの効力生じるんだけども、これ請求っていうのは相対項なので、他の連帯債務者にはその効力が生じないんですね。つまり他の連帯債務者、今回で言ったら C さんについては、この時効完成猶予と時効の更新の効力は生じません。これどういうことかというと、 A さんが有する B に対する債権、これについては時効が更新されてしまうので、時効期間が1から再スタートってなるんですよ、こっち側については。で、一方でこっちについては時効更新してないわけだから、ずーっと時効期間は進行し続けているんですよね。時効更新がないからゼロに戻って再スタートってなってないんですよ。っていうことは、 B よりも先に C さんの方が時効完成しますよね。こういうことになっちゃうっていう話なんですよ。これが相対項の具体例ですね。他の連帯債務者に効力は生じませんよっていうところですね。ここをしっかり頭に入れておきましょう。で、一方で絶対項については、これ他の連帯債務者に効力が生じる、これどういうことかというと、一つ具体例を出すと、相殺は絶対項なんですね。なんで今回相殺について具体例出します。 A さんが債権者、 B さん C さんが連帯債務者で、 A さんは B さん C さんに対して200万円の債権を持っていますよ。で、 B さんは A さんに対して50万円の債権を持っていますよ。で、 B さんがこの50万円について相殺をしました。こうするとどうなるかっていうと、まず B さんについては50万円分債務が消滅しますよね。つまり B さんの債務っていうのは150万円になるという話です。で、一方で C さんについては、これ相殺っていうのは絶対項なんで、 C さんについても効力が生じるんですよ。つまりこの50万円の債務消滅っていうのは、 C さんに対しても同じように債務は消滅するわけだから、C さんも債務は150万円に減るんですね。つまり B さんも C さんも150万円の連帯債務を負うんだっていう話です。これもし相対項だったらどうなるかっていうと、 B さんは150万円の債務を負って、 C さんは200万円の債務を負うということになるんですね。でもこれは違いますよと。相殺っていうのは絶対項だから、
C さんに対してもこの50万円の債務消滅の効果は生じて、 C さんも150万円の連帯債務を負うんだということになります。で、一応補足なんですけども、今回 B さんは A さんに対して50万円相殺している、つまり50万円分、弁済したのと同じ意味ですよね。だから B さんは C さんに対して相殺した額の半分、これ25万円ですね、25万円を C さんに対して給償することができます。 B さん50万円弁済したわけだから、B さんは C さんに対して25万円分、負担部分はこれ半分だと、平等だと、1対1と仮定した場合、 B さんは C さんに対して相殺した額の半分である25万円を給償することができますよっていう話です。これが基本的な考え方となります。で、その他についてもしっかりですね、具体例頭に入れていただければと思うんですけども、今回、非常に重要な考え方っていうのがあるんですね。で、その考え方については、すいません、個別指導で解説させていただきます。この考え方が分かると、この絶対項、相対項を勉強する上で、すごく整理されて、すっきり頭に入れることができるので、もし考え方分からないっていう方は、ぜひ個別指導、ご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。